里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。で前回、はい、マリーンズベストナインが、はい、結構好評だったんで、ねえ、いっぱいコメントも来てましたね。で他の球団も見たいっていう話もあったんで、はい、他の球団に行きましょう。今日は。お、今日どこ行きますか？今日はね、ホークス行きましょう。おお。じゃあホークスベストナインということで。はい、だからダイエー、ソフトバンク両方入ってます。はい。僕が対戦した。はい、ダイエーも被ってるということですね。はい。はい、そして見てきた中でのベストナインです、うん。はい。これはですね、ロッテの時みたいに生え抜きとかそういうくくりじゃないです。もうホークスでプレーしてればいい。すればいいっていうので。はい、了解です。僕が思う。はい。プチ情報込みの。はい、はい、プチ情報前回ね結構好評でしたからね。はい、はい、ではまずピッチャーからいきましょう。ピッチャーっすね。はい、斎藤和美っすね。おお、そうなんだ。まあ、杉内和田とかね、ええ、もういいピッチャー、うん、まあ、工藤さんも大変の時言いましたけど、はい、いいピッチャーいっぱいいますけど、うん、まあ、和美はすごかった。へえ。もうまずコントロールがすごかったんですよ。はい、はい、まあ、ストレート、カーブ、スライダー、フォーク、うん、で、まあ、今だと球速ね速い人も多くなってきましたけど、うん、あの当時140キロ以上でフォークボール投げるってなかなかいなかったんで、うん、でしかも20勝投手じゃないですか、はい、1回オールスターで受けたんですけど、はい、本当に気持ちいいマッスル来てましたね。へえ。やっぱ取って違うんですか、いいマッスル。いや全然違う、取って。何が違うんですか。やっぱりね、こう吸い付いてくるんですね、ミットにさーみたいな。へえ。いいねー、ナイスボーってなるんですか。対戦してても本当に、まあ、そもそもソフトバンク、はい、っていうか、まあ、ダイエーの時もそうですけど、はい、斉藤和美、杉内和田、荒垣で、サンリットとかホールトンとか、うん、毎日エースみたいな。だって谷間とかもないし、はい、表裏もほぼないやんみたいな、はい、その頃野球あんまり見てない私でもほとんど全員わかりますからね、うん、でしかもね、選手だらけ、セッツ、ファルケンボーク、マハラとか、お長すぎも完璧やんみたいないつ打てるんやみたいな、気が抜けるところがないですね、うん、っていう中でも、まあ、スユージャーでもすごいんですけど、うん、1人ってやったら、まあ、斉藤和美が、うん、やっぱ一番すごいかなと。お、はい、じゃあピッチャーは斉藤和美さんということで、はい、はい、じゃあキャッチャーは、キャッチャーはもう、はい、ジョージマスね。おー、もう行ったことっすね、ジョージマさん以外いないでしょ、はい、日本球界で言ってももうトップクラスでしょ、はい、あれ同世代でしたっけ。同級生です。同級生、そうですね、あの大学生の時に、そう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 、本当にすごかったです。もう、はい、駒のように回るバッティングと、うん、はい、もうあのね、チックパワー、うん、スローイング、はい、座ってでも投げますからね。あとファーストのね、うん、最近回のね、回キャノンのファーストクイックとかありますけど、はい、ジョーのファーストのクイックもすごかったですよね、キックオフプレーね、はい、だから2005年もね、ジョーがその前にレギュラーシーズンで、ね、小宮山さんだったと思うんですけど、シュートを自打球当たって、はい、あの骨折したんですよ。へえ。それで2005年プレーオフにジョーが出れなくて、まあ、勝てたっていうのも大きかったと思うし、うんうん、あのその時もなんかジョーはすごいなんかルーティーンをすごい大事にするらしいですよね、はい、だからベンチから左で出るとか、うん、そういうのも全部すごいやるらしくて、でその時にたまたまこう聞いた話なんですけど、はい、いつもつけてるあのスネ当て、はい、レガースをつけないでいったら打ったらしいですよね、前の打席の時、はい、だからつけないでいったらそこに当たって自打球で骨折。うわ、いいのか悪いのか分かんないですけど、分かんないですね、っていうのがあって、まあそれがあってのプレーオフ勝てたっていうのもあったんで、ジョーがいなかったっていうのも大きかったですね、戦力的には。へえ、はい、それぐらいいいキャッチャーだったんですね。はい、ちなみに佐藤さんはルーティーンってあったんですか。ほぼないですね、もうめんどくさいでしょそうですねいやめんどくさいけど、ルーティーン作ってる選手って結構たくさんいるじゃないですか。だからそれを意識してやってないのはあるかもわかんないです。はい、やらなきゃ、僕ルーティーンをやらなきゃってやってるやつはダメだと思うんですよ。あ、ジョーは途中で打席行くときにポンって触られるだけでももう一回やり直すらしいです。めちゃくちゃ聞いたことあります。へー、はい、じゃあ、ファーストは松中さんですね。ちなみにこれ DH 採用しないんで、はい、ベストラインなんで、はい、わかりました、はい、ファースト松中さんです。ダントツです。松中さん、はい、三冠の時もすごかったですね。うーん、インコース ストライク、はい、投げれなかったです。怖くて、もう一直線でスタンド行くんちゃうかっていう。もうインコースは見せ球、ほぼアウトコースの出し入れ勝負みたいな感じでしたね、うん、へめちゃくちゃすごかったです、うん、でも2006年 WBC 一緒に行った時も、はい、やっぱりその王さんをね、なんとか世界一にするっていう思いの中でして、はい、あのセカンドツーベースってベースにガーンってやるのとかはね、はい、ベンチから見てても士気上がりますよね。はい、で何気にあのだから松中さん2006年の WBC 一番打率は高いんですよ。あ、そうなんですか。はい、でもホームラン1本持ってないんですよ。だから勝負に徹したんですよ、はい、へヒットを打っていく。
う、そういったところもすごかったですね。まあ本当僕が思うバッター一番すごかったのは松中さんかもかです。僕が対戦して、対戦して全部の中でも野球人生、うん、そんなに本当なんかあのでっかい体で駒のように回る感じ、はい、本当すごかったです。ストライク投げるの怖かったですっていうぐらい破壊力ありましたね、はい、じゃあセカンド、セカンドやっぱ井口さんじゃないですか。お、井口さんもうね、足もあって盗塁を持って、はい、でまあ打撃もねいいし守備もいいしっていう、はい、うん、まあ時点に本田が来るんですけどね、はい、本田の足も速かったんで、いや足いいですもんね、いやめちゃくちゃ速かったです、でもまあやっぱ井口さんってなるとやっぱ井口さんの方がね、うん、今年ね西武が100打点3人ね、はい、なりましたけど、はい、ソフトバンクあの時大栄かホークス4人ですからね100打点がすごいですね、やばいっすよ、100打点4人4人ですよ、やばいですね。でしかも井口さん足もあったし、はい、だからもう3秒揃った感じですよね。そういったところでやっぱすごかったですよね。はい、なんかプチ情報はないですか。プチ情報、はい、求められてるようなやつはないですねなんか前の高澤さんの声のとか井口さんはそんな感じはする、はい、あ、井口さんプチ情報あります。あ、ありますよ、やった、はい、井口さんはね、とにかく帰るのが早いもう終わったらすぐシャワー浴びてすぐ帰るんですよ。へえ。ひょっとしたら帰ってどっかでトレーニングしてる可能性ありますけど、はい、球場から帰るとほんと早いですよ。へえ、一番乗りぐらいの感じで、はいはい、へもう気づいたらシャワー浴びてますもんね。ありがとうございます、はいはい、じゃあ、サードサードはやっぱり小久保さんじゃないですか。あ、ここ、うん、はい、インコース怖くてなかなか投げれなかったですね。もうアウトコースの出しで勝負みたいなホームランもありますし、うん、並んでんですよ松永、ここも並んでるんですよ、はい、やばいっすからもうなんか全員同じコメントやばいっすね。いやーホークスはマジやばいっすよ、はい、今のも打線もすごかったかもなんですけど、うん、どっちがすごいって言ったらあの時の方がすごいんちゃうかっていうぐらいやばいっす、うん、へ村松、バルデスですからね、うん、もうその時点でもう2番から強振ですからね。そうですね、はい、じゃあいいですかプチ情報。小久保さんですか。はい、小久保さんのプチ情報はこれ聞いた話なんですけど、はい、あの小久保さんの引退試合、はい、あのノーヒットノーランやられてるんですよ、オリックス西に、はい、で、あの引退試合でノーヒットノーラン俺どんだけ持ってないんやって言ってたっていうのを、はい、この前あの野球教室で柴原さんが言ってましたそうなんですね。なんか寂しい引退試合きついっすよ ね、 すね、引退試合ノーヒットノーランってなんかそっちに注目いくし、なんかもう笑けて涙が出てこないっすよね、はい、本人になったとしてもなんかなんかもうおめでとうって感じになっちゃうんですねへえ、ね、はい、まあでも仕方ない、それはもういいピッチングしたんだから仕方ないですよね。そうですね、はい、相手を称えるということで、はい、わ、はいはい、かります。じゃあショート、ショートはやっぱりムネリンですね、川崎ですね。ムネリン、はい、やっぱりあのこの川崎本田が 1,2、うん、番にいたんですけど、うん、いつもニコチンをしながら僕を見てくるんですよ、ファーストランナーから、あと打席でも、はい、さっさ出たら走りますよって言って勝負やなみたいな感じで、その本田と川崎はその盗塁を遊びの延長戦の中でお互いが勝負の中で楽しみながらできるっていう試合してても楽しさあったですね。さっさ行きますよって言って出たら、はい、いいよまっすぐしか投げさせないで刺すよとかって言いながらの駆け引きしながら、はいはい、ムネリンはへーなんか明るいですもんね。いやめちゃいます。2006年 WBC 行った時も、はい、あのキューバ戦で2回連続ショートエラーして、はい、エラーポロンチョポロンチョ2回して、はい、あのこうやって戦いながらベンチでやってみんなにもうムネもうあんまり慌てるなとか言いながら、はい、あのやってたりとか、はい、あの髪の手と右手のね、はい、あのホームでクロスプレーで腕、はい、負傷しながらもっていうところのプレーとか、うん、本当にあの何ですか明るいとこばっかりが目立ちますけど、うん、あの熱いプレーもありますよね、うん、その中で楽しみながら、うん、戦ってでもできるっていうのは、うん、盗塁もねかなりされましたけど、はい、面白かったですね、うん、今でも仲良かったりはするんですか。いやあったら喋りますけど、はい、普通に、はい、あのノリでさっさーんってきます、はい、明るいですねはい、では、ガイアスね、ガイア、はい、まあ柳田は入ってきますね。あ、なんかやっと現役選手来たっていう感じが。柳田、はい、でも柳田は最初まで出だした時、うん、本当のフルスイングばっかりして若干荒さもあったんですよ、うん、
でももう今はコンパクトに振ることもあるし、はい、確率も上がってきたんで、うん、本当にいい選手に成長してきたなっていうのはありますけど。そっか、かぶってる時っていうのはまだ出てるかな。出だし、まだ出だしです。で、一番最初はまだデータもなくて、はい、高めの方が弱いから、うん、高め攻めていこうってミーティングになって、はい、あの高め攻めて長田のホームランス、うん、打たれて、はい、高め話しちゃって、はい、高め打ってないから、はい、高めいけるんちゃうかって、はい、いやこれデータ見てもいけそうですよ、やっぱ低めの方が甘くなったら怖いですね、うん、じゃあ今日あの勝負どころ高めで勝負しますねって言って、はい、矢蓋さんでピッチャー、はい、で同点で9回か10回だったと思うんですけど、はい、回ってきて、うん、これはもう高めと低めのコンビネーションやって、はい、高めいったらガバーンって打った瞬間ライトスタンド全員で見合わせたすね打ちますねってこの選手いけるなってできるなってで、だからスコアラーの人も佐藤5万円って、いやいやこんなん全員で納得していったんですから、はい、そんなん仕方ないですよって、まだそこから考え出したんですけど、あれはすごかったですね。絶対打たへんと思って、はい、データ上ね、はい、行ったら消えていったっす、ライトスタンドいや、10日から合わせたわけですね、その辺から、うんうん、でじゃあ柳田選手とあと2人います。あと2人ね、こっからがすごい難しいんですけど、はい、僕はやっぱりね、柴原さんみたいですね。柴原さん、はい、本当にあのコンスタンスに打ちますし、はい、守備もうまかったんですよ、うんうんうん、でなんて言ってもあの球場にある看板に当てまくって、はい、お金を結構もらってるっていう、うん、あのホークスも、はい、ライトスタンドのところのフェンスにある、うん、福岡銀行のペットマークにノーパンって当てたら100万円もらえるとか当ててるんですよ、はい、僕らで言うとあれ当たる前に取られるよなっていう、うん、ノーパンで当たらなきゃいけないんで、はい、それ当てたりとか、確か僕の記憶によると東京ドームのなんか看板のライトに柱があるんですけど、はい、それに当てたら200万とか言ってそれにも当てたと思うんですよ。へー、すごい。で守備もうまいんですよ、はい、そういった面で総合力で柴原さんに挙げてですね、総合的にじゃあ両方できる選手なんですね、うん、じゃあもう一人最後ですね。最後長谷川に挙げたいですね。おお、長谷川選手、いやほんまに、はい、あの出だ、まあ、最近怪我を持って走れなくなってますけど、出だした時は足もあったし、うん、広角にも打てるし、うん、なんて言ってもフルイニングで最多安打なんですよ、はい、すごくないですか。すごいです。あれ首位打者取りました、ね、取りました。しかもあと2本で200本安打までも行ってますし、はい、そういった面でも、まあ、怪我が多かったですけど、うん、いい選手っていうのはね、うん、あります。でも中村晃も捨てがたいんですよ。 あの辺、いやなんかすごいですね、その今現役でバリバリ頑張ってる選手が怪我とかもありますけど、そのこの中で入ってくるっていうのを、中村晃はね、はい、ファーストストライク全く振らないのに、はい、打率が残せるっていうすごさで、ランナーいなかったら 95% は初球振らないですから、ファーストストライク。そんな振らないんですか。振らないです。なんでですか。わかんないです。なんかもったいないらしいです。え、何がもったいないんですか。いや、よくわかんないですけど、もったいないらしいんですよ。へえ。だからあとは追い込まれても打てるっていう自信があるんでしょうね。ああ。初球から打たないんですよ。ほぼランナーいると得点圏にいると、はい、たまに打ってくることあるんですけど、はい、それでも、うん、46か73で見逃すす。へえ、なんか様子伺いしてるってことですかね。どうなんですかね。だからもう初球真ん中でいいよっていう感じなんですけど、またボールになるんですよね、はい、それが。へえ。っていう。はい。であとファーストもね、外野を守れて、はい、いい選手であるな、うん、あと村松さんも入れないんですけどね、はい、盗塁50個以上した盗塁をね、はい、なってますし、うん、そういったところでね。でもまあこれはもう僕の自由で選べるっていうところで、うんうん、外野は柳田、はい、で柴原さんと、うん、で長谷川にします。なるほど、分かる。これがソフトバンクのクリーンナップですよ。でも本当に層が厚すぎて選ぶの大変ですね、ソフトバンク。いや、めっちゃ、まあ、あとは好き嫌いです、好みですから。そうですね、いつも言ってるでしょ、はい、言ったでしょ、はい、代表とか選ぶの、はい、最後は何て言いました。好みですからそうなんですよ。だからこの里崎式ベストラインも好みなんですけど、はい、対戦して嫌なバッターメインに入れてきました。あ、なるほど。私だったらこう内川さんとか入んないのかなとか思いますけど、はい、やっぱ違うんですね。そうですね、うん、やっぱウッチーはね、はい、ソフトバンクで入れるか横浜で入れるか説もあるんですよ。そっか、まあ確かにそうですね、はい、これはあの、はい、他の球団に派遣するときに、はい、これ僕の勝手なルールで、はい、2つのチームには入れないっていう。入れない、そうなんですね、はいはいはい、もうどっかに入ったら、はい、他のチームには入れないっていう主義なんで。なるほど。これどっち入れるか問題で、うん、ソフトバンクには内川入れなかったです。わかりました、そういうことか。ちゃんと理由があるわけですね。そう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 、はい、やっぱりその2つに入るって、うん、若干微妙じゃないですか。そうですね、はい、どっちかで重きを置いた方がいいということで、はい、だからその年数多い少ないとか関係なく、うん、それはもう僕の好みで選びますから、はいはい、ソフトバンクね、こんな感じですけど、はい、あの千葉ロッテの時の同様ね、はい、異論認めます、はい、だからあの皆さんの意見はコメント欄に書いてください。お願いします。